ドラマが突然に始まった、でたらめなシナリオな上で、それは映画のような、まるで映画のような、どこにでもあるストーリー、間違いだらけの道のりだ、まるじけられるのはいくつだ、何が良くないのか、どこが良くないのか、そこまで教えてくれよ。怪我感も妄想不調など飛行と勘違いの英雄ごっこ、もう渋滞してんらどうしようもどうしようもないよな。こんなはずじゃなかったよなって、どんなはずだったんだよなって、思えば思うほど、いやこれじゃないない、あまり悪いよな、向いてないない、すぐやめてしまうか、そりゃないない、いつになれば僕は主役になれるんだろうな。なるたび笑ったり、増えた荷物数えては泣いたり、いっぱい空ほどでもなくガーガリ、責めることすらで消す悩んだり、散々と輝く街の明かり、散々だって顔の通りすがり、初めの目の今そうだな、ホテルキラーキラー、これじゃないない、あまり悪いじゃない、向いてないない、今すぐやめてしまえば、でも何回と繰り返して、明日に期待してしまうんだ。明け方の妄想貴重な逃避行って感じがの英雄ごっこ、もう渋滞してんだどうしようも越しようもないよな、あの頃は確かにあったんだ、で書き出したものがあったんだ、いつの間にか僕は誰もが突然に始まった、でたらめなシナリオの上で、何かを演じるの、誰かを演じるの、そんなわけがないだろう、まだここじゃないない、終わりじゃないから、向いてないないなら書き換えてしまえよ、ほら大体いつもいつでもきっと主役は僕だけだろう、いつの日かバイバイ、終わりまくるから、拍手喝采、笑顔で帰って、ゴール解体、未来はここにあって、思うままに好きなように、これは空、最低限から駆け上がった、映画のようなストーリー。